東宮城県豊昇高校、西京都府九州学科高校、西田中初段、東方危険です。第2位東北早野、ただいまの勝負、東方危険のため西田中初段の勝ち。伊人戦、東松本初段、西山下初段。ただいまの勝負、はたき込みにて西山下初段の勝ち。中堅戦、東田岡初段、西花江初段。ただいまの勝負、下手投げにて東田岡初段の勝ち。副将戦、東渡辺君、西大久保初段。上がった。
指導勝ち。ただいまの勝負、押し出しにて西宮本初段の勝ち。以上の結果、4対1により西京都府東ヶ丘高校の勝ち。